青松さんをご紹介いたします。アグナさんは、衆議院の議員として2期7年間自民党政治の悪政と体を張って戦ってきました。そして今回参議院来年行われます参議院の比例予定候補と決まりまして、今連日各地で懇談や街頭からのお伝えをしております。それでは春菜さんのお話をお聞きいただきたいと思います。鳴りやまぬ拍手ありがとうございます。西堀陽子県議よりご紹介いただきました。来年夏に戦われる参議院選挙の比例代表予定候補、私春名直明でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。私は1959年鳥取県のお隣岡山県の美作市で生まれました。18歳まで岡山県でおりましたが、自動車免許は稲葉自動車学校で取りましたし、海のものといえば鳥取県からの八つ様が一番の好物でしたし、泳ぎに行くといえば浦留海岸でしたし、私の体は半分は鳥取県でできているのです。太平洋に切ってしまいまして、高知大学に行くことになりました。そしてその後に1996年だいぶ飛びますが衆議院議員に当選をさせていただきました。2期7年間四国の選出の国会議員として戦い、246回の国会の論戦に立たせていただきました。憲法を守る、命を守る、その思いは今も赤く赤く燃え続けております。今日皆さんの素晴らしいリレートークと、この素晴らしい雰囲気、戦う思い、平和の思いを感じ、心から感激をしております。どうぞ皆さん、戦争する国なんて絶対に許さない、平和を子供たちや孫たちに残そう。私も孫ができてしまいましたが、ぜひ皆さん、子供たちや孫たちに平和を守ったよ、命守ったよ、こう言える素晴らしい戦いをご一緒に繰り広げようではありませんか。どうぞよろしくお願いをいたします。さて皆さん、戦争法、安倍政権は何て言ってるか、戦争法案などというレッテル貼りはやめていただきたいと言っています。とんでもありませんね。この法律を一緒に海外で武力を使うアメリカ軍は何て言ってるでしょう。準機関士の正常期、ここにはこう書いてあります。この法律の制定によって戦後の日本の平和主義政策が大転換される、ちゃんと書いてあります。戦後の平和の政策とは何だったでしょう。今年はちょうど70年、戦後被爆70年です。海外で一人も戦死者を出していないこと、日本の自衛隊員海外で一人も死んでいないこと、一発の銃弾も撃っていないこと、これが平和主義の70年間だった。これを根本から覆す、これがアメリカ軍が言っている根本的な転換、平和主義政策の転換です。レッテル貼りをしているのは安倍政権の方、本質は戦争法案ではありませんか。第一に、今までの自民党の政権であれば6本の海外派兵法を作ってまいりましたが、憲法9条が頭の隅にありました。戦闘地域にだけは行かせたら死者が出るかもしれない、戦闘地域に行かせないという歯止めを法律の中に書いてまいりました。ところが今審議をされ始めた戦争法案、この戦闘地域に行かないという歯止めがすっかりなくなっているではありませんか。戦闘地域に行けば相手から攻撃される。安倍さんに日本共産党の議員が質問したんです。その時はどうするんですか、なんて答えたと思いますか。逃げますと彼は言ったんです。戦争を知らないことの言う言葉だと私は思いました。
なおも攻撃されたらどうするか、応戦しますと言いました。応戦しますという言葉を使いたくなかったんです。戦争状態に入るということでした。皆さん、非戦闘地域を選んでいったあのサマワ、イラク戦争で自衛隊が行きました。あのサマワの宿営地にも14発の迫撃砲が撃ち込まれた。ほとんど死ぬ直前まで行ったんです。私驚いたんですが、10体の棺を持って行ったそうです。そこまで行った。非戦闘地域であってもそういう事態が、これが取り払われて戦闘地域に行けば人を殺し殺されるということになるではありませんか。自衛隊員のリスクはないんだ、こんな嘘ばかり言って国民をごまかそうとする、許せませんね。戦争する国、絶対許さないという怒りの声、ご一緒に上げていこうではありませんか。第2に PKO の改正です。これから治安維持活動に自衛隊は参加できるようにすると言っています。アフガニスタン戦争が今14年目を迎えております。ドイツ、フランス、アメリカ軍などが治安維持活動に当たっております。なんと皆さん3500人の方が亡くなっております。テロがいつ起こるかわからない、治安を維持すると言っても相手から見れば敵に見られる、大変な戦乱の中にある。そういう任務を新たに自衛隊に課そうというんです。ですから今度出てきた法案の中では、武器の使用を大幅に拡大するとなっております。今までは自分の命を守るための正当防衛だ、そのためだけに武器は使っていいとなっていました。全部これが取り払われて、任務を遂行するためには武器をどんどん使ってよろしい。裏返せばそれほど危険なところに行くということではないんですか。そして集団的自衛権の行使容認です。集団的自衛権というのは日本の自衛とは全く関係がありません。自分の親しい同盟国が戦争を始める、そして反撃をされる、そうするとその同盟国が攻撃されていることが自分の国が攻撃されていることだと同じ意味だというふうに返して一緒に戦争に参加するということです。自分の国が攻められていないのに武力を海外で使う、これが集団的自衛権の本質ではありませんか。誰がどう見たって憲法9条に違反しております。歴代の自民党の政権も集団的自衛権なんて使ってはならない、行使はできないとたった去年まで言い続けてきたんです。ところが突然19人の閣僚で集団的自衛権は使えるようにする、変更いたしました。あまりにも評判が悪いので25回にわたって自民公明が相談し悪知恵を出しました。日本の存立が危うい時にのみ集団的自衛権を使うから限定的ですよ、のべつ幕なく使うんじゃありません、こういうごまかしを始めました。それじゃあ皆さん聞いてやりましょう。日本の存立が危ういというのは一体誰が判断するんですか。私たち国民に判断する権限がありますか。ありません。国会が判断しますか。国会もその権限ありません。国会の答弁では時の政権が総合的に勘案をしてこの存立が危ういかどうかを判断する、そして自衛隊を出すと言っています。時の政権ってどなたですか。安倍政権じゃありませんか。その安倍政権は戦争大好き、何の歯止めにもならないじゃありませんか。彼が一番の集団的自衛権を使う例で言っているのはホルムズ海峡です。ホルムズ海峡って分かりますか。皆さん、日本の近くにありませんね。6000キロ離れたあの中東の一番狭い海峡です。あそこが封鎖をされたりしたら石油が入ってこなくなるかもしれない。そうすると日本の存立自体だ、存立の危機だ、こういうふうに判断をして遥か中東まで戦争しに日本の自衛隊を出していく、これが集団的自衛権の内容です。日本平和新聞にこんな記事が出ています。4コマ漫画です。安倍晋三さんがトイレに座っているんです。
で出ようと思ったらトイレットペーパーがないんです。ぐーっと考えて、これは石油が入ってこなくなってトイレットペーパーが足らなくなった、よし分かった、存立危機事態だというふうに判断するんだそうです。自衛隊出動、その場で携帯電話をかけて中東に送るんだそうです。皆さん、こんな漫画のような話、真剣に考えているのは安倍政権ぐらいのもんじゃないですか。海外で路別幕なく武力を使えるようにする、戦争しようという、こんなとんでもない法律は海案以外にないではありませんか。子供たちや孫たちに戦争する国を絶対に残すわけにはまいりません。いつの時代でも戦争の犠牲になるのは若い青年たちです。青年を戦場に送るな、命を守れ、この声を若い仲間の皆さん、そして中年の皆さん、高齢者の皆さん、一緒に声を上げていきましょう。 99.99% は戦争は嫌とみんな考えています。残りの 0.01% は石破茂さんと安倍晋三さんと私がこの間選挙で戦った中谷元さんぐらいのもんです。 99.99% 戦争だけはダメ。皆さん、政治というのは何のためにあるんですか。紛争があってもそれを戦争にしないで、外交の努力と知恵によって話し合いによって解決するのが政治の務めではないですか。北東アジアには今平和の共同体はありません。ですから私たちは東南アジアの経験を北東アジアにも持っていこう。東南アジアという国々はベトナム戦争のあの惨禍からもういろんな問題があっても話し合いによって解決しよう。年間1000回の対話を重ねて紛争を戦争にしない、大変な努力をしております。近くにそういう素晴らしいお手本があります。このお手本を学んで北東アジアにもぜひ皆さん平和の砦、共同体をご一緒に作ろうではありませんか。安倍政権はこういう道は一回進まずに逆のことばかりしています。大体軍事対軍事で物事が解決するはずありません。イラク戦争を見たらすぐ分かる、フセイン大統領が大量破壊兵器を持っている、嘘の情報で戦争を始めました。今も戦乱の中にあります。そしてその結果 IS、 あのイスラム国と言われる大変なテロ勢力が大きくはびこってしまいました。戦争や軍事というのは憎しみしか生まないんです。平和、外交と道理によって物事を解決するのが人類の知恵です。政治の務めです。その方向に力を合わせて進んでいこうではありませんか。そして日本の政府はそのことを進める上で何より大事なことは、過去の侵略戦争への痛苦の反省、従軍慰安婦はなかったんだなどという歴史の偽造をやめることです。この間7分間の C さんの党首討論がありました。皆さん良かったですね。8名から21名になったので11年ぶりに党首討論に立てるようになりました。ありがとうございました。7分間でもすごかった。首相はポツダム宣言を読んでいませんでした。今世界で衝撃が走っております。ポツダム宣言というのは戦後の骨格を成す出発点、軍国主義の牙を抜いて平和の国になる、侵略戦争、世界征服を企んだ戦争を断罪した、これを日本が受け入れて戦後の出発点があるんです。そのことをまともにも読んでいない、そんな首相が戦後レジュームを脱却するなんてよく言えたものです。しかも戦争法案を出す資格そのものがないと言わなければなりません。侵略戦争への痛苦の反省に立って、中国、韓国、北朝鮮とも堂々と誠実に対話を重ねていく、この道にご一緒に進んでいきましょう。皆さん、最後に皆さんへのお願いです。日本共産党は党を作って今年93年の歴史を数えます。私も18歳の時に日本共産党に入りました。私の父親は実は侵略戦争に駆り出されていったんです。
満州に行き、ルソン島に行きました。ルソン島に渡るときに3隻の船で友人たちが一緒に渡ったそうです。ところが自分が乗っていた船以外は全部魚雷で沈められたというんです。もしあの時に自分の船に当たっていたら、俺は生きていなかったといつも聞かされました。本当に身につまされました。戦争というのはそういうものです。こういう暗い時代から侵略戦争反対を命を懸けて主張し頑張り抜いてきたのが日本共産党です。素晴らしい政党ではないでしょうか。私はこの日本共産党が伸びることが憲法を守り抜く安倍さんの暴走にストップをかける最も確かな力になると確信をいたします。どうか皆さん手を取り合い力を合わせて一点の共闘で平和の戦い、戦争を許さないという声を上げていきましょう。そしてその要となって政党のレベルで頑張り抜いている日本共産党を、どうか皆さんの大きなお力添えで躍進をさせていただきたいと思います。来年の参議院選挙が終われば憲法も変えてしまうと言っています。ただごとならない情勢です。ですから私は平和のために戦い抜きたいと決意をさせていただきました。来年の参議院選挙、どうか皆さんの絶大なお力添えによって私春名直明8名の日本共産党の参議院議員団お作りくださいますことを心からお願いを申し上げまして、私春名直明からの訴えとさせていただきます。ご声援ご清聴いただきましてありがとうございました。頑張ります。ただいまお伝えいたしましたのは、日本共産党が来年の参議院選挙比例候補女性候補として決めました春名直明さんでした。皆さん、今年は先ほどもお話がありましたように戦後70年、この70年というこの長きにわたるこの地域年月を国民が憲法9条を一人のように守ってまいりました。そしてこの憲法9条を守れ、若者を戦場に送るが、戦争を、いや、いろんなこと頑張ってられて聞いてます。ねえ、ご苦労様です。この立場を超えて皆さん共同して戦争立法を一つ